皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だよ。とうとう、首位陥落だね。何の話ですか？サッカーの、FIFAランキングが発表されたんだけど、日本は2ランクダウンで26位、イランに抜かれて、アジア首位を陥落しちゃったんだよね。あら、それってこの前のワールドカップ予選の敗退が影響してるんですか？簡単に言うと、そうだね。残念だけど、僅差なんだから次の更新では、首位を取り返してほしいね。オマーン戦の敗戦から、森保さんの風当たりもきついみたいですけど、やっぱり森保さんに批判が集まってる感じですか？世間の反応は、結構冷めたものからもっと下がるだろう、と予想する人まで様々だね。あの監督で、たった2つのダウンで済んだのはラッキーだ。選手の質はアジアで一番良いのに、監督、協会組織次第では最悪になってしまう良い実例だね。イランは攻撃陣のタレントが豊富だから、日本より上でも納得ですね。個人依存の竹槍戦法をやめないとダメ。首脳陣を全部サッカー先進国から呼べば、問題は解決する。首位陥落は悲しいけど、これが今の現実かな。選手の質は、アジアでも屈指だと思うんだけどな。20位台の評価はまだ高い方だろうな。もう少し下のように思う。運よく出場できても前回みたいな16強は夢のまた夢。今の代表に、ランキング相応の実力があるとは到底思えない。本当の実力は、次のサウジとオーストラリアとの試合ではっきりとわかるだろう。かなり悲観的ですね。まあ中国戦も勝ったとはいえ、新勝でしたしね。そうだね、選手も監督も頑張っていると思いたいんだけど。ちなみに、やっぱりランキング1位はブラジルなんですか？世界のFIFAランクで言うと、1位はブラジルじゃなくて、ベルギーなんだよね。ベルギー。確かに強いイメージですけど、1位は少し意外でした。いやいや、ベルギーは2018年9月から、1位の座をずっとキープしてるんだよ。もう1位は当たり前だね。意外。1位ベルギー、2位ブラジルも変わらず、3位イングランド、4位フランス、5位イタリア、6位アルゼンチン、7位ポルトガル、8位スペイン、9位メキシコ、10位デンマークと続いている感じだね。確かに強豪国ばかりだけど、ドイツとかオランダとか、強そうなところでもランク外なんですね。オランダが11位、ドイツは14位だね。まあ、これはあくまで目安だから。FIFAランキングが高いイコール強い順ではないんだよね。もちろん弱い国は上位に来れなくなってるけど。そういうものなんですね。そもそも、どういう感じでこのランキングは決まってるんですか？確かに不思議だよね。FIFAランキングは1ヶ月に一度更新。1993年に開始されて、20年以上の歴史があるんだけど、その間に、順位の算出方式が4回変わってるんだよね。結構変わってるんですね。初期は、勝てば3ポイント、引き分けで1ポイント。その累計だけで決まっていたんだね。要するに勝てば良いってことですよね。それが一番わかりやすい気がするんですけど。それだと、例えばアジアでの親善試合と、ヨーロッパの強豪同士の親善試合の結果が、同じってことになっちゃうよね。あ、確かにそうですね。そういうのもあって、発足当初はあまり信用されてなかったんだ。まだ、ワールドカップに出たことすらない日本がその時は最高で9位にいたこともあったぐらいだからね。本当ですか？それは全く信用ならない。それを裏付けるかのように、算出方法が変わった瞬間、日本FIFAランキングは57位まで低下。細かい変更を重ねて、今はそれなりに信用できるものになっているんだよね。というのも、FIFAランキングは、ワールドカップのグループリーグのシード国を決めるのにも使われているからね。強い国に弱い国が勝てば、大きなポイントがもらえるように、強い国が弱い国に勝ってもそんなにポイントがもらえないように。チェスなどで使われている相対的な数学的裏付けを持って、今のFIFAランキングは作られてるってこと。確かにシード国を決めるのに使っているんだったら、それぐらいはちゃんとしてほしいですよね。ちなみに、ワールドカップで優勝したことがある国ってどこがあるかわかる？全部はわからないですね。ブラジルとドイツ、イタリア、アルゼンチンぐらいですか？それにフランスとスペイン、イングランド、ウルグアイを足した8カ国が、優勝経験のある国なんだけど、実は、FIFAランキングで1位になった経験がある国っていうのも、同じ8カ国なんだ。まさか、その8カ国が一緒、だったりしたらめちゃくちゃ信用できるランキングってことになりません。まあ、そんなにうまくはいかないんだけど笑い。ワールドカップ優勝と、FIFAランキング1位の両方を経験したことがある国は、ブラジル、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス、アルゼンチン。この6カ国は、そういう意味では世界のトップクラスの国と言えるんじゃないかな。FIFAランキング1位を経験しながら、ワールドカップ優勝を経験したことがない国はベルギーとオランダ。ベルギーは、ここ何年も1位をキープしてるわけだから、次のワールドカップでは優勝するかもしれませんね。
そうだね、前回のロシアワールドカップでは惜しくも3位に終わったから、カタールは次こそ、と意気込んでいるだろうね。オランダは、前回ヨーロッパ予選で敗退しちゃったんだけど、準優勝3回の実績だからね。FIFA ランキング1位を経験したことがある国にふさわしい実績と言えるだろうね。逆にワールドカップでは優勝したことがあるけど、FIFA ランキングで1位になったことがない国は、イングランドとウルグアイ、トーナメントに強い、とかその時たまたま強いメンバーが集まってたとかですかね。イングランドが優勝したのは1966年、自国開催でのワールドカップだったんだよね。サッカーの母国の威信にかけて臨んだこの1966年大会で見事優勝。ボビー・チャールトンなど歴史に残る名選手を擁していたからね。なるほど。FIFA ランキングは90年代に始まったものだから、時代的にも被ってないってことですね。そういうこと。ただ前回のワールドカップでは4位。今年開催された欧州選手権でも準優勝。最新の FIFA ランキングでも3位につけているから、世界でも有数の強豪であることには間違いないと思うよ。ウルグアイはどうですか？ウルグアイも、イングランドと同じようにワールドカップで優勝したのは FIFA ランキング以前だね。1930年の第1回大会と1950年のブラジル大会で2度の優勝を果たしているんだ。随分昔の話なんですね。ただ、ここ3大会でもワールドカップの決勝トーナメントには進んでいるし、2010年には4位に輝いている。最新の FIFA ランキングでも12位と決して低くない。簡単に言うと、古豪ということだね。さっき言った、FIFA ランキングが始まった90年代と、両方を経験した各国がワールドカップで優勝した年代を照らし合わせると、ブラジルは1994年、2002年と2度優勝。1998年も準優勝。ドイツは1990年、2014年で2度優勝。準優勝も2002年に経験。イタリアは2006年に優勝。1994年に準優勝。フランスは1998年、2018年に優勝。2006年に準優勝。スペインは2010年に優勝。アルゼンチンは、90年代以降で優勝の経験こそないものの、1990年、2014年に準優勝。1986年には優勝している。なんか90年代以降、ほぼこの6カ国で決勝やってるような感じですね。そういう意味で言えば、FIFA ランキングが示す実力との差は、あまりなくなってきているのかもしれないね。ちなみにアジアの1位はイランで、2位が日本だと思うんですけど、その後はどうなってるんですか？そこから先はオーストラリア、韓国、カタール、サウジアラビアと続いているね。やはり、オーストラリアやサウジは上位につけているんですね。となると、10月からの予選2連戦は、本当に気が抜けないって話ですね。FIFAランキングで言うと日本の方が上だけど、それで言うと70位台をうろうろしているオマーンに負けたわけだから。鵜呑みにしてはいけない。さらにランキングも日本の26位に対して、オーストラリアは32位。サウジは56位と、決して大きく引き離しているわけではないからね。次は2連勝して、FIFAランキングのアジア1位に返り咲いてほしいですね。そうだね、森保監督がどう立て直してくるか、結果はもちろん試合内容にも注目していきたいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。